にちは。セブンスデーアドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。今回のお話は最も大切なものという題です。以前ある新聞社の広告で、その新聞社が誕生した年、その新聞が発行された年、1872年の茶の間と、そして現代の家庭の今の写真が比較されていました。現代の、今の風景はたくさんのものが満ちていました。全部で100社近くの製品でその写真は埋め尽くされていました。それに比べて1872年の茶の間の風景は、家族は和服を着ています。そこにある品物は茶舞台とタンスとごくわずかなものしかありませんでした。物にうずまれた現代、確かに物質的には豊かになったかもしれませんが、しかしその写真はあまり幸せそうには写されていませんでした。それに対して一昔前の茶の間のその風景には、物がないにもかかわらず人の幸せはそれほど多くのものはいらないのかもしれないと思わせる何かが描かれていたような気がします。著名なアメリカの宗教家エレン・ホワイトは次のような言葉を残しています。あまりにも多くの心配事や重荷が家庭の中に持ち込まれて、自然の単純さと平和と幸福の尊ばれることがあまりにも少ない。多くの人は家庭を魅力のある喜びのところとするにはどうすればよいか、その方法を学ぶ必要がある。感謝の心と優しい表情は富や贅沢よりももっと価値があり、質素なもので満足する心は愛があれば家庭を幸福にする。人生の幸福の総計を作り上げているものは、細かい心遣いや生活における数限りない小さな出来事やちょっとした礼儀正しさである。私たちの人生を、私たちの家庭を真に幸福にするためには、それほどお金がかからないのかもしれません。メッセージを最後まで聞いていただきありがとうございます。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。